Thank you.
い、今、ロバールの CLX の50と64の乗り比べをしてきました。まあ、前回の、CLX50 とカンパニョーロの、WTO45 の、比較の時の逆向きのコースを走ってきたんですけども、まあ、下りあって、平坦あって上りあって、で、まあ、結構風、横風、向かい風がある中での、走行でした。どうですかね、第一印象それぞれ。いや、両方ともものすごく漕いだら推進力があるのは、やっぱりロバールってすごいなって、改めて CLX ってすごいなって改めて思いました。で、今回風がやっぱりすごい強かったん で、風を味方につけるのも、ある意味横風とかでちょっと敵になるのも、そういった意味で個性が強かったら64かなっていうふうにすごい思って、うんうん、で64はやっぱり追いか、まあ真正面からでも結構僕はそれでも推進力をキープさせてくれるなっていうふうに思いましたし、まあ追い風が味方になるのはね両方一緒ですけど、うん、ただ下り坂とかでも64の方が早かったような気がしますね。うん、なんか僕も下りは確実に64の方がスピード出てるなっていうか、もうメーター見て明らかにスピード出てるなっていうのは思った、ね、うん、下りはもう全然違う ね。で平坦もやっぱりなんか64の方が進む、楽に進むような気はするんですよね。なんか50の方が漕いでないと進まない感はちょっとあるなっていう、はいはいはい、まあどうだろう、上りはね、まあ、どっちも登りやすかったような感じはするけど、やっぱりまあ50の方が軽い感じはちょっとしたけどね、うん、やっぱり僕らが今日登ったところって多分あっても7とか6ぐらいの傾斜だ、うん、6度ぐらいの傾斜だと思うんで、うん、パー6パーね、6パーぐらいですか、うん、ドと6パーがだいぶ違うもんね。ドとパーは違う、ね、パーですね、パーの失礼で、なんでもっと10パー超えたら多分違うかもしれないですね、うん、結構その下りからの上りみたいな感じもあったから、なんか勢いで行っちゃうとこもあったもんね。そうすると64の方がちょっと有利かもしれないっていうのは多少あるよね。ですよ、うん、勢いで行っちゃうっていう意味だと。あとはでも逆に64の方はやっぱり横風とかっていうのはやっぱり振られたね、すげえ振られたよね。あの今日あのさっき言ってましたけど、うん、7メートルあるって言ってたじゃないですか、うん、風が、あ風速 ね、風速7メートルすごかったよね。なので相当で僕らが橋で横にな、あのもう本当に浜名湖からの風を思いっきり受けてるところなんて、あれ10超えてると思うんですけど、うんうんうん、ものすごいやっぱり64が乗ってた時はもう、ああ取られるなっていうのはありましたよね。俺普段ずっとまあ64乗ってるけど、こんなに振られるのは久しぶりだなっていうぐらいに風強かったもんね。風強かったですよね。あのもう本当もう3年ぐらい64ずっと乗ってるんで、全然横風も平気になってたんだけども、それでも今日の横風はすごかったね、何回か横に振られておおっていう感じになったんで、節外れの感じ、うん、54はそこは全然なかったね、全然、うん、やっぱり横風の影響は64は出るね、うんうん、でも早い、平坦ではやっぱ早い感じはする、うん、いやでも50も早い、早いっていうかどっちも早いんだけど、どっちが楽かっていうと64の方が平坦は楽な感じがするよね。やっぱり CLX っていう同じブランドをしてるだけあって、あのものすごい乗りやすいし、ものすごいあの自分の力を本当に、まあ、スピードとかパワーに変えてくれるので、ものすごい、うん、いいものだなっていうのは、うん、そもそも感じますよね。なんか他のホイールはまあ確かに乗って違いはあるけど、すげえ速いなって思うのはロバールの、まあ、64とか50が圧倒的にそう思えるよね。なんか体感できるよね。なんか他のホイールはいいなっていうのはわかるけど、速いなっていうのがね、なんかね、ロバールがそれがすごい顕著にわかる感じ、体感できる感じはするよね。あの平均スピードが違うもんね、明らかに。平均で超えるってなかなか、うん、なかなかね、一瞬速くする走るのはいいけど、平均で速いっていうのがやっぱ違うよね。まあ50はまあ今バランスっていうか、オールラウンド的に見たら多分あのリムブレーキホイールでは多分最強かなっては個人的には思ってるんで、まあ、まあトータルで見たらまあ50だよね。ただ平坦とまあ勢いのある上り、下りから勢いつけて登れる上りぐらい、あとはまあ下りだよね。その辺は64の方が楽に速く走れるなっていうのは、あの空力がやっぱり64の方が
いいっていうのはそこら辺は体感できるよね、うん、ただ重さがちょっとあるんでやっぱり上りでは50の方がいいよね、うん、まあトータルで言うと50、まあ迷うとこだよね、うん、まあ、あの使うシーンとかにね、うん、本当に2本持ってそれはあの、うん、使い分けるもうこれはもう最高の極みでしょうね、うんうん、まあ本当は CLX32 ってのがあるから、うん、本当の上りは32のが軽い、あれもすげえいい、軽くてめっちゃ上るし、ね、下りも結構いいよね。それからもしそのもしっていうか最近の出てる、なんだっけラピーデとか、うん、アルピニストとか、ね、あの辺はまあ興味あるよね。ただディスクでしかないっていうのがまあ今の現状の俺らの自転車だと試すこともできないっていうねそこがなんだろうな、そのスペシャルのもう、リムブレーキではもうね、あのいいホイールっていうか高級ホイール、高性能ホイールはもう出さないっていうふうに言っちゃってるから、うん、もうそういう意味では CLX50 がもう最高峰でこれ以上のものはないっていう意味ではまあもうこれ乗り続けるかディスクに乗り換えるかどっちかしかないもんねもうですね、うん、まあそれはそれで、まあ、貴重なホイールだよね、貴重、そういう意味では本当に今のこれがディスク、ね、貴重だよね、うん、今回はロバールの CLX50 と64の、走行比較をしてみました、またなんか、なんか比較対決みたいのができたらいいなと思ってます。それではまた。